宇宙って広がってるらしいぞ。研究的にはこれ間違いです。あ、で、ここから聞いてください。大石正義、ユニバース宇宙要素解説。私、東京大学で天文学を研究している大学生のリコットと申します。3月8日にユニバースオフィシャルオーディオ公開されております。ユニバースっていう英単語皆さんご存知ですよね。そう、宇宙っていう意味なんです。曲中にも宇宙に関する用語が出てくるようなので解説していきたいと思います。最初から聞いていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで最初からユニバース3連続でございます。ユニバースっていう英単語が宇宙っていう意味がある、さっき話した通りなんですけど、このタイトルに注目してみるとユニ-バースって書いてありますよね。これがどういう意味のタイトルなのか、そういったことを後でお話ししていきますので、これを頭に入れながら早速 A メロの部分聞いていきましょう。あれ、ここですね。ここで宇宙最初に日本語で出てくるわけですね。そこをちょっと一旦ストップしましょう。大石さんの曲の特徴って転調することだと思うんですよね。転調っていうのはで B メロ、いや、めっちゃいい曲。この B メロめっちゃいいっすよね。あ、で、ここから聴いてください。ちょっと待って。曲が良すぎる。来ましたね。ユニバース3連続が来て、歌詞見てみると、あらゆるものが生まれた。何にだってなれた。で、無限の創造の中から宇宙が広がったっていう風に言ってますよね。表現としてまず素敵だっていうのは言うまでもないんですけど、天文学的にというか、今の科学的に考えてみると、実際に宇宙を観測した人がいるんですよ、地球から。そうすると、どうやら、宇宙って広がってるらしいぞっていうことが分かったんですよ。これすごいですよね。これは SF サイエンスフィクションの話ではなくて、サイエンスノンフィクションの話です。実際に天文学宇宙の研究で今の私たちが住んでる現実の宇宙が広がってるぞ、そういうことが考えられてるっていうことになります。なのでそれを踏まえると、実際のこの今の宇宙の姿を反映しているような歌詞になってるということがこの B メロでございます。いや、めっちゃいい曲。ここでもユニバース来ましたね。やばいよ。サビでもユニバースでたくさん出てくるんですけど、君が持ってるユニバースとか、君宇宙持ってんのみたいな。笑い転げてユニバースって、いや、笑い転げて宇宙ってどういうこと？ここでちょっとユニバースという単語に注目してみます。バースってっていうものが実は音楽用語なんですよね。さっき A メロ、B メロ、そしてサビっていう話したんですけど、 A メロのことをバースっていう呼び方もあるんですよ。で、サビはコーラス。こっから僕の考察なんですけど、このバースっていうのは、まあ、メロディーというか、まあ、そういったことを表してると思うんですよね。で、ここで思い出すのが大石正義さんの英雄の歌って曲なんですけど、英雄の歌も世界を救う歌みたいな、そういったメロディーみたいなものをこう自分の思いみたいなことの比喩で使ってると私は思ってるんですよね。で、ここで出てきてるユニバースのバースっていうのも気持ちとか思いみたいなことの例えだと思うんですよ。今バースじゃなくてユニバースって言ってるじゃないですか。このユニっていうのが唯一のっていう意味が強いと私は思うんですよね。例えばユニークって言ったらただ一つしかないっていう意味だし、ユニオンって言ったら一つになるから同盟みたいな意味があると思うんですけど、ユニ、私のメロディー、気持ち、心みたいな風に使われてるんじゃないかなって私は思ってます。どうですか？他にも考察あったらコメントで教えてください。このユニバースは宇宙じゃなくて、君だけの、私だけの気持ちとか心っていうことを表してるんだって思って聞いてみます。ユニバース、ユニバース。
心はユニバースって言ってますよ。そうって思うと、個人的には、私的にはすごい意味通るなって思うんです。どこまでも重ね合うよユニバースってめっちゃ素敵じゃないですか。さあここから2番ですね。いやほんと歌詞がいい。あ、ここ聞いてください。聞きますよ。来ました。ビッグバンが来ましたね。これ聞いたことある方も多いかなと思うんですけど、まあ B メロちょっともうちょっと続き聞きましょうか。あ、ヒーローって言うんだ、ここで。ここから、いきますよ。あ、めっちゃよく。ビッグバンっていうのも実際に天文学の研究で昔宇宙に起こった現象だって考えられてます。さっき宇宙って今は膨張していてって言いましたよね。じゃあそれを逆に考えると時間を巻き戻してみると昔の宇宙ってもっとちっちゃかったはずですよね。それをずーっと縮めていくと最初は一個の点だったんじゃないでしょうか。っていう風に考えられてて、そこから何かがあって宇宙が広がること、一気に膨張するっていうことをビッグバンっていう風に呼んで考えているんですよ。もちろんビッグバンの全てが解明されてるわけじゃないんですけど、宇宙の一番最初の方にはビッグバンというなんか超絶すごい膨張みたいなのがあって、そのまま今も宇宙は膨張し続けているっていう風に考えられているんです。っていうのを踏まえて歌詞を見てみると、全てここから始まるって言ってますよね。全方位に膨らむって言ってるんですよ。いや、その通りじゃないですか、この宇宙を考えても。ともかくこのビッグバン、始まる、膨らむっていうのが実際の天文学の研究の結果を反映しているって言っていいと思います。ポイントはビッグバンっていうのは宇宙の一番最初の始まりっていうところと、なんでビッグバンが起こったのかっていうのはなんとまだ分かってないってことなんです。何かがあってビッグバンがあったはずっていうのは分かってるんですけど、じゃあビッグバンの前が実際のところどうなってるのか、それは今もなお研究はされているっていう状況になってます。いやーめっちゃ聞く。さあ来ますよ。聞いて。あ、ちょっと待って、やばいって。曲が良すぎるんですけど、出てきましたよ。ビッグバンのなんと理由が分かりました。君が起こした。ビッグバン。君が起こしたらしいですよ。いや、これはめっちゃいい表現なんですけど、天文学的には、研究的にはこれ間違いです。君がビッグバン起こしたわけじゃないから。いや、めっちゃマジレスなんですけど、まあ、これは明らかに例えですよね。で、その次に、あの景色は誰が何と言おうと本物なんだ。って言ってるじゃないですか。いや、ここの歌詞めっちゃいいなと思って。で、めっちゃいいなって思うのは、まず普通にめっちゃいい歌詞じゃんって思うんですけど、天文学的にもすごいいい歌詞だなと思ってて、天文学とか宇宙の研究って今宇宙膨張してるとか観測したらとか言ったんですけど、基本的に観測事実っていうのが大事なんですよ。どういうことかっていうと、なんか原理は分かってないけど、宇宙を観測したら膨張しているらしい。じゃあそのために、あ、こういう理論なら説明できるんじゃないっていうのが、まあ、天文学とか宇宙とか研究の進め方するんですよ。なので、いや、ちょっと考えすぎかもしれないですけど、あの景色は誰が何と言おうと本物なんだと。だからそこれを、この歌詞で言ってるんじゃないかっていう。いや、これちょっと読みすぎですけど、半分ね、こじつけみたいなのあるかもしれませんけど、まあ、それと気持ち面、そういうところがこう含まれてて、まあ、そういういろんな意味で、めっちゃいい歌詞だなって思います。いや、めっちゃいい曲。いや、
や、ちょっとね、良すぎる曲が。ユニバースっぽい言葉出てきましたね。ワンバース、ツーバース、スリーバース、ユニバース、どういうことって思うんですけど、さっきのユニバースっていう言葉のくくりで考えると、多分ここは、宇宙のこと言いたいんじゃなくて、バース、それぞれの心、それぞれの向いてる方向みたいな、そういったことを表してるんじゃないかなって思います。で、それが、ワン、ツー、スリーで、合わさって、ユニバース、ここは絶対多分、ユニオン的なところとかけてると思うんですよ。ユニオンって同盟みたいな意味があるんですけど、ワンバース、ツーバース、スリーバースで合わさって、一つのユニバースっていうところに意味あると思う。で、繋ぎ合わせてこの歌になるよって書いてあるでしょ？で、しかも、歌って言ってるから。ユニバースきます。で、下がりますね、ここで。ここは1番のサビと一緒ですね。でも明らかにこうコーラスの感じとか音の厚み違うじゃないですか。で、ここ聞いてください。この次いきますよ。ここで、いや、やばいわ下がりますよ。うわ、ここが僕らのユニバースだって。いや、やばいよね。いや、ちょっとわかります？わかります？今明らかに雰囲気変わってるでしょ。これが僕らのユニバースっていうのは、宇宙っていう意味も、サビに出てきたユニのバースっていう意味も多分含まれてるじゃないですか。もう明らかに。だからここは、そういったもういろんな思いを込めて、みんなで映画館で大合唱するっていうね。いきますよ。いやー。うわ、めっちゃいい曲。で、このまま突っ走るってわけですね。いやー、素晴らしい。ということで、この曲をすごいいいな、めっちゃいいなって僕は思うので、ワクワク感を共有できたらハッピーだなって。ビッグバンって何？とか宇宙膨張って何？っていうのを調べてもらえると、それはそれで嬉しいかなと。概要欄からユニバース実際に聞いてみましょう。他の動画もたくさんあるので、ぜひ見てください。お疲れ様でした。